えー、2024年6月1日、えー、朝の9時40分。えー、なんとか、あの、船坂峠に行った時のその動画のエクスポートなんですけども、えー、まあ、向こう側の、えー、まあ、後半の部分は、えー、なんとかできたんですけども、これやっぱりね、えー、スポーツ関係か何かの影響を受けている可能性がありますね。これも全部あの、 動画、何回も,もつなぎ合わせの作業をしてるんですよ。もうそれだけで、まあ、何時間か、えー、時間消費してるんですけども、あとで、電気代、えー、これがね、できない。あこれ、もう、もう、証拠で、もう、一応押さえておきますね。もう、これ、電気代いくら払わされてるのか、もう、わかんないです。もう、これ、もう、メジャーリーグに問題がある。